なんか、ブラジルチームと試合すると、情報が共有されるみたいな話を聞いて、ブラジルチームに。まあ、アビアターンにはどうかわかんないけど、なんかあんまりね、そう、ブラジル、ちょっと練習相手としてできなかったね、ブラジルチーム。だから、初戦ブラジル組は結構大変だったはず、みんな。T1 とかも。まあ、本当かわかんないけどね。そうかもしんないし。でも本当だったら、やった時点って結構、あれだから、ブラジルチーム、結構いたんだけど、結構いて練習したかったんだけど、あんま練習はできなかったね。終わってからぐらいか。こういう頭いいか。登板下がるだけだと思うけどな。本当にやってたら。誰もブラジル人ってやんなくなるぞ。まあ、チームがこれからどこどことスクリームしますみたいな感じで、ロビーの写真ツイッターに上げてる時点で、程度が知れる感じはするけどな。それが追決されない地域な時点で。まず日本。まあ、テンセントだしね。テンセントだし別にマスターズ自国枠、もともとないでしょ。6位もチャイナ2枠だしね。今後、多分チャイナ、リーグできて、で、そこの枠が同じく3枠になるのかな？ 5 チーム、15チーム開催。さすがに。チャイナどうだろうね。まあ、ETG くらい気がするけどな。強いけど、ETG ほど強いチームはね、いないかな、チャイナ、他に。FPX 強いんだけど、なんか、あそこ、構成に癖ありすぎて、癖あるんだよな。痛恨大好きだからな、あいつら。パール、フェイドがいいと思うんだけどな。ビーロン系はできないし。ウルト強いけど、ウルト強くて逆に、防衛側のアストラバイパーに対してのクラウラーは強そうだけど、相場フェイドだったら相場フェイドで、そう、フェイドが優先される理由そんなないと思うんだよな。パール痛恨多いのブラジルだけでしょ。ラテンというか、南米なんかね、今、ストラバイパーとかバイパーハーバー来てるっぽくて、フューリアも平凡でやってたし、なんかね、まあ、シングルエリミネーションだから、なんかすごく強く見えるけど、よくよく考えるとそんな強くはないんだよな。なんか構成的な強さはそんなにない。タイミング、まあ攻めのタイミングがかなりぼかせるから、それぐらいかな。チャイナは、チャイナのメタ、なんだろう。チャイナのメタでもなんか、ロギいいけどね。FX ぐらいじゃない。パールは、まあなんかヨーロッパでは、戦闘構成が多いかな。他の地域はね、そもそも試合数出てないからわかんないけど、まあ、見てる感じ南米はこの構成なんじゃない？ズーコンバイパー、ワンイニシノスカイ。NA はよくわかんないな。アジアは戦闘構成多いかな？